ナザシの308日目でございます。今週は茎ブロッコリーを、ね、収穫しようと思ってます。まあね、畑の方で違いといえばジャガイモを植えようと思われているらしく、土が耕されてます。はい、関与してませんアザラシ農園みたいな関与してません。今週はこの茎ブロッコリーを収穫するんだ。大量しまった。お湯が沸騰して帰れるべきだったやっちまったな。まあでもお湯だから、お湯だからまあ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 みたいなところあるでしょう。やっちまったな。おいしい。めちゃくちゃうまいです。鰹節だけでいける。うん、うまい、うまい、うますぎて全部食っちゃいそうなんですけど、自分だけ食っても悪いので、あとは残して親アザラシにあげます。大変おいしゅうございました。